Exploratory demonstration, special guest, Kyoichi Inoue Sensei. もう一人。
入れて、ここでビルで決めたり、またをやったりという形になるわけです。また同時に、今度はバチーンと噛むんですか。で、そこから、なかなかこれを噛まないで済む方法がない。それが、たまみなんです。噛んでいた後、ふっと、はい、噛ましてるというふうに、そういうことなんですね。だそういうものを、タイミングと、集中力、バランス、それをうまく使えば、あれでもできるんですけど、なんで、それが噛まない。相手がずっと噛んでいる。そう噛んだ力をすれば、相手のこの力を出すそうだとか、ものの補修力がない。大変です。ところが、この相手の噛んでいるこの力、この力をなくしてやると、先ほどの先生のように、次にこの部分だけで、これを補給力という形でもやってるんですが、お目に見えないって言いながら言いました。ああいう国も、相手の持っているこの手を、お目の指に入るために、持っている手のひら、相手の手のひら、それと自分の手をこう、この部分ですね。そこを密着させている。その部分の力の方向を変えてやるわけです。変えていくと、相手は無理になりますから。それを専門家が、I don't even know how to describe it.
これは大変ですか。だけどあれだけど、持っている力をもっとなくしてやれば、まずくんです。そしたらあなたの裏は下ろせない。自身の間を下ろすとします。まずくん、すぐ下ろして、下ろせない。その下ろそうかなっていう力を持ってやれば、投げるんです。ということです。だから、自分が持ってやると、自分のギュッて投げてるんですよ。いつもさ、自分の人がそこに持ってる、いいじゃないか。いいもんじゃない。騙しと。タイミングを。大事ですね。大変なこと。大変です。実は。ここに、いや、維新に入ってるということは、先ほどの教育班に伝わりました。大衆には書いた。相手が打ってこないように心っていたし、あるいは相手が打とうとも一致して見えた。
まさに自分の頭を上げるとっても立つ時に座っていて、それに、ね、打ってきたものだと、それに Thank you.